ハヤトの野望チャンネルへようこそ。突然ですが皆さんは、ダイエットのコツは家に食べ物を置かないことだって聞いたことありませんか？で、僕それを聞いて思ったんですよ。じゃあ逆に常に手の届くところに食べ物があれば人は太ってしまうのかなと、早速実験してみましょう。はい、というわけで実験用のキャラ作って引っ越してきました。爽やかグッドマンっていうね、先日僕がお絵かき配信で描いたキャラクターシムズで再現してみました。でこいつで実験していきましょう。まあ、ただ今回はいつの間にか太ってしまうかどうかってことなんで、こいつじゃなくて、まあ他人で試したいんだよね。なのでちょっとご近所さんの家とかに行って、そこで試していきたいね。どうしようかな。よし、ここにご近所さん住んでるんで行ってみようか。侵入するとか、ある違う違う、家を訪ねる。まあ侵入でもいいんだけど。というわけで、トラビスさん家にやってきます。お、早速いるぞ。ホリデーサマーさん。ちょっと挨拶しとこうかな。どうも、こんにちは。近所に引っ越してきたものです。あ、どうも。わざわざご丁寧に。すいません。お、仲良くなってる。いいぞ。よしよしよし。怪しまれないでいる。ドピンクのね、服装がちょっと怪しいんだけど。じゃあちょっと、立ち話もなんなんで、家の方に入れてもらってもいいですかね。っていうことで、入れてもらえるかな。お邪魔します。入れた。よし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 。スコット・トラビスさんにも挨拶しとくか。丁重な自己紹介。どうも、グッドマンと言います。この度、近所に引っ越してきたものです。なかなかスマートな印象の方ですね。結構痩せてるよね。よし、挨拶も済んだところで早速、食べ物をこっそりこの家に置いていきたいんだよね。あくまで知らず知らずのうちに食べてしまうかなので、食べ物どうしようかな。なんかピザの出前とか勝手に注文しちゃおうかな。やべえけど。もう知り合いだからね。サービスを使う。あ、サービスは自宅の区間にいる間しか依頼できない。なんだと？ピザまみれにしてやろうと思ったのに。しょうがねえな。じゃあ、キッチン勝手に使っちゃうか。なんかちょっと調理中のパンケーキがあるんで、まずこれを捨てて、ちょっとキッチン開けないと使えないんでね。で、ここでなんか料理作ろう。何作ろうかな。人ん家で作ってても怪しまれなさそうなもの。なんだろう。おにぎり。おにぎりあるな。おにぎりでいくか。おにぎり人ん家で作ってても怪しくないかな。ちょっと怪しい気もするけど。よし。あ、冷蔵庫からね、材料をね。これでこっそりおにぎりを作って置いていって、こいつらを太らせてやる。あ、怒られてる。それは間違っています。やめてください。あ、怒られた。あ、めっちゃ怒ってる。めっちゃ仲悪くなった。違うんです。違うんです。ちょっと手料理を振る舞いたかったんです。気にすんな。気にしないで続けろ。よし、行った。向こう行ったぞ。今だ。よし。よしよし。あれ？もうたくさんです。出て行ってください。あ、追い出されてるかも。わあ、思い出された。マジかよ。え、参ったな。どうしようかな。こっそり家に食べ物を置くの結構ハードル高いかも。まあ、そりゃそう。人んちだからな。まあまあさ、怒って追いかけてきたんだけど。どうしようかな。じゃあ、こうしよう。はい、じゃん。こんなもの用意してみました。まあ、ここだったら、まあ、行動だから、怒られないはず。怒られないっていうか、まあ、文句言われる筋合いはないはずです。で、あとはここで、早速、焼き始めました。不審者が、なんか見られてるけど、お前何してんだ、チラッみたいな。あ、でもここはね、自由だからね。道なんでね。さあ、いい感じにソーセージが焼けたので、でこれを家の前に置こう。よし。焼いてる匂いとか、かなり食べ物の匂いがしているはず。こうやってどんどん食べ物焼いて並べていこう。まあ、これでもね、つい手が出てしまうところに食べ物があると言えると思う。ちょっと思ってた形ではなかったけどな。明らかに異常者なんだけど。問題は食べてくれるかどうかだよな。きっと匂いに負けて、ね、出てくると思うんだよ。お、出てきた。取るか、取るか。あ、スルーしてる。あ、でも考えようによってはウーバーイーツみたいなもんだよ。食べ物持ってきてくれる。まあ、ウーバーイーツは家の目の前で料理しないと思うけど。というか、そもそも注文されてない料理持ってこないと思うけど。いや、お腹空けば出てくると思うんだけどな。結構美味しそうだもんね。雨降ってきちゃって。もう、バーベキューに向かないな。負けずに作り続けよう、負けずに。お、出てきた。あー、ゴミ捨てか。なんかすごい話しかけられてる。すいません、ちょっと今忙しいんです。よければご飯食べてってください。説得されてんのかな。お願いだからこんなことはやめましょうみたいな。善意だから。名前グッドマンだからね。
善意なんです。善意で食べ物が常に手の届くところにあれば太るかどうか試したいだけなんです。そのことはちょっと明かせないからな。あーなんか食べてる家の中のもん。くっそ。あ、まあ、いや違う違う、手の届くところで食べてたらそれはそれでいいんだよ。それはそれで。お、あー料理取りに出てきたぞ。よし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 ついに匂いに負けたか。いいぞ。やっぱ匂いしたらつい食べちゃう。こんだけ並んでたらね。いいぞいいぞ。あ、待てよ、ほとぼりが冷めてそろそろまた家入れてもらえるかも。ちょっと恐る恐る。こんにちは、入れてもらえますか。あ、どうぞお入りください。よし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 、いいぞ。今だ、チャンス到来。この料理を大量に並べてすごい量なんです。すごい量。何人前なんだよこれちょっと悪くなってきてないか。なんかちょっと臭い匂いが立ち込めてる気がする。よしさあ、これで知らず知らずに手を出してどんどん太っていくんじゃねえか。どうだ、あれなんか片付けられてない。ああどんどん片付けられてんだけど、ふざけんなよ。あ、もうダメになっちゃってるからかこれ。くそ、じゃあもっと料理増やしてやりたいけどな。太るところがさ、腕立て筋トレまでされてんだよね。負けない勢いで料理置いてやらないと。あーどんどん片付けられる。やめろ、くそ、絶対太らしてあるからないや、そんな企画じゃないんだけど。家の中で調理したら気づかれるからな。ちょっと、あ、中庭で料理すっか。ちょっと、はい、というわけで中庭にこんなもの用意してみました。じゃん、ピザ窯です。本格的ピザ窯です。あ、やっぱ太るって言うとピザとかだと思うんだよね。で早速ここでピッツァマルゲリータとか焼いていこうかさあ、人んちの中庭で急にピザを焼き始める男、家の中じゃないから怒られる筋合いない。まあ中庭なんだけどさあ、そろそろピザ焼けたんじゃないか。どうだ、お、焼けてる。いいぞ。っていうかさ、このピザ取り出す以外に使わねえ、これ他人家に持ち込んでる時点でやばいのよ。で家に入ってピザを他人のデスクに置くびっくりするわ家帰ってきてよし、じゃあどん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 焼いていこう。どんどん他人家でピザ焼いていこう。引っ越してきた初対面のご近所さんがさ、自分家の中庭でピザ焼き始めたらどんな気持ちになるんだろうなまだ僕は経験ないから分かんないですね。さあ2枚目だ。お、ピザ喜んでくれてるまさかこのまま焼き続けるとは思っていまい。何人分焼くんだよっていう家中食べ物まみれにしてくれるわ。待てよ、待て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 、今トラビスとリバティ出かけてんだよな、仕事に。でホリデー様寝てるから、今のうちにこっそりピザ窯家の中に運んじゃおう。どこどこにしようかな。この辺がいいよ。よし人のキッチン使うわけじゃないから許してくれるだろう。さあこれで文句言われなければいける。多分自前のピザ窯なら怒ら、あ、怒られない、怒られないね。怒らないともちょっと分かんないけどいいぞいいぞいいぞ。トラビスたちが出かけてる間にどんどん焼いていこう。あ、ちょっと汗かいちゃって気持ち悪いみたいな。シャワーもこっそり借りちゃうか今のうちに。よし、あー人ん家でついにシャワー浴び始めたバレてないバレてないバレてない。いいぞ。人ん家でシャワー浴びるのと人ん家でピザ焼くの、まあ、どっちがやべえのか分かんないけど。あとお腹も空いてきちゃったな。まあ、食べ物は山ほどあるからな。ピザ食うか。ピザ落として美味しいのかな。はい、なんか匂うぞ。いや、おめえが作った料理は腐ってんだよあ、もうもう、うまいじゃないか。いいぞ。よし。さあ、どんどん焼こう、どんどん焼こう。今、誰にも見られてないからな。もう、だいぶ手慣れてきたな。ずっと料理してっからな。トラビス帰ってきた。トラビス、警官じゃねえか。警官の家で何言ってんの。逮捕されちゃうよ。やばいやばい。あ、でも、ピザ焼いてるだけですから、自分。あ、もうちょっと置くとこなくなってきちゃったか、ひょっとして。参ったな。ピザ置くとこねえからちょっと改装して、このラグ、この女おしゃれなラグいらねえから売っちゃって、観葉植物もいらねえから売ってソファ売って、ちっちゃいテーブルも売って、はい、というわけでテーブル運び込んでみましたこれでまだまだピザ置けるぞ。さあどんどん焼けやつら傷、あ、ピザ食べてる、ピザ食べてるよし、いいぞなんか起きたら俺のデスクにピザあったんだよな。
あ、今日も仕事疲れたなって言ってる一方、リビングでは謎の隣人がピザを焼き続けている。最初のうちは嬉しいかもしれないけどね、ピザ食べ放題ね。よし、これでどんどん時間経過させていこう。あ、3人全員出かけてった。チャンスだぞ、チャンスチャンス。よし、今だ、今しかない。ちょっと思ってたんだよ、リビングにしか食べ物がない状態が果たして常に手の届くところに食べ物がある状態だろうか。いや、そんなことはないと思うんですよね。ラジカセがあるから、これ売ってピザを置けるか。あ、置けるよしよし。パソコンもいらないよな。パソコンもカメラも、いらないと、電気スタンドも。ピザ、ピザ。ピザのことしか考えられない。まあ、ただちょっとだけ疑問なのは、常時ピザの匂い嗅がされて、果たしてピザ嫌いにならねえかなっていうことなんだけど。ピザ食いたくないってなって、常に手の届くところに食べ物あっても、太らない可能性もあるけど。あ、まあ、きっと食べてくれるでしょうか、他に食べ物がないな。待てよ、ちょっと他に食べ物あるとよくないから、冷蔵庫も売っちゃおう。冷蔵庫いらないだろ。あ、冷蔵庫の代わりにここにピザ窯を自分でピザ焼いて食べてもらおう絶対太るだろ、こんな家住んでたら。そうなってくるとこいつも邪魔だな。本棚とかも売って、もっと量産体制作っていくかよし、いいぞさあ、スーパー量産体制できました。料理マスターになっちゃってもうプロのピザ屋よりピザ焼いてるからな、もう24時間体制で焼いてるしあ、そりゃそうなる。よーし、いいぞ、どんどん焼け床に置くんじゃねえよ、まだテーブル空いてんだろう。さ、こんだけ置きゃさすがに太るだろう。どうなんだ。あ、ただ、まあ、やっぱ当たり前ではあるんだけど、お腹がいっぱいの時は食べてる感じじゃないよな。時間を置く必要があるな。これでちょっと見守ってみるか、しばらく。もう全力でピザ焼く体制は整ったし。あ、ピザ取ってるいいぞ食ってる食ってる。あー、トラビスも奥でこっそりピザ食ってる。いいぞ、よしよしよし。あ、毎日ピザ食ってるよ、こいつら。これ時間経てば絶対太るだろう。はい、あれからさらにピザを増やし、ちょっともう置けなくなってきたんで、こんなもの用意してみました。じゃじゃんピザ窯用スペース他人家に作りました。もう増築ですさあ、ここでさらにピザ焼いていこうさあ、焼くんだ、どんどん。あ、あ、火事起きてる、やばいやばいやばい。ちょっと待て、消せ消せ消せ、なんで消さねえんだよお前、人ん家で勝手にピザ焼いて火事起こすとかやばいぞ。ちょっと待てお、パニックになってるよ突然引っ越してきてピザ焼いたりんじゃ火事起こしたぞ。あ、外逃げてった、消さないと、火事だじゃなくて。お、いけるか。うわー、来た消せいいぞ、めちゃくちゃ迷惑なやつなんだけど。お、まだ残ってる、まだ残ってるよ、大丈夫。あ、消えた消えた消えた、こわ、危ねえよ、もうとんでもねえことなのよはい、というわけであれからかなりの時間が経過しました。結果どのようになったでしょうか。このようになりました、じゃん。はい、しっかり太っておりますリリバティ、見る影もなく太くなりましたさらにホリデーもかなり恰幅良くなりました。もちろんトラビスもかなりお腹が出てます。そしてね、この3人を太らせる企画だったんだけど、ピザを焼いていたグッドマンもめちゃくちゃ太ってしまいましたいや、やっぱ作ってるやつは太るよないやー、まあ実験の結果分かったことは、やっぱり手の届くところに常にピザがあると人間は太るということですよちなみにですね、外出中に運動とかされると困るんで、ドアを壁で塗り込めておきました。こっちも中庭への道も鏡で埋めてしまったので、ひどいゴミ溜りになってますひどい家、ゴミにまみれてピザ食ってる。もう家に食べ物があれば太るとか太んないとかじゃないね家から出られないと太るとか、なんかそっちな感じもするんだけど、めちゃくちゃ食い散らかしてます。まあ、というわけでね、ダイエット頑張ろうっていう人はね、家にピザがこんなに大量にないように気をつけてください
だ実験終わったからもうお前ら痩せていいぞ。もうこの状態どうやって痩せるのか分かんないけど。はい、というわけでランニングマシン置きました。さあ痩せろこんなご近所さん最悪だよもうというわけでね、皆さんご視聴ありがとうございました。久々のシムズでしたがいかがでしたでしょうか。またこんな感じの実験で、ね、していきましょう。ちなみに皆さん一生ね、もうこれしか食べられないってなったら何がいいですか。僕はピザは嫌です。まあ寿司とかがいいかもねぜひねコメント欄で教えてください。それじゃあまたね、バイバイ。次回どんな企画にしようか。ダイエット企画かな。